どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。当チャンネルではですね、クレジットカードの紹介も、していきたいなとずっと思っていたんですけども、とうとう始めていきます。で、私は基本的にこの YouTube チャンネルでは顔を出してないので、これからクレジットカード等の紹介する場合はですね、この2文字っていう、iPhone XS Max XR、あと iPad Pro で実装された新しい機能でね、こうやって私の顔がこうやってカメラと連動して全部顔を隠してくれるっていう、笑ったりとか口を開けたりとかいうのも全部反応してくれます。面白いですよね。で、今回紹介していくのはこの SPG クレジットカードでございます。これはですね、 ANA マイラーっていう陸で、ね、マイルを貯めている方ではですね、とても人気のクレジットカードとなっております。でですね、 SPG って書いてますね。 SPG スター、この SPG っていうのは、ホテルのグループの名前で、 SPG グループとアメリカンエクスプレスが共同で発行しているクレジットカードとなっております。で、このクレジットカードですね、とても年会費が高いんです。なんと34,000円、今の税率税込みで34,000円します。高いですよね。高い、本当に高い。34,000円、じゃあなんでそんな34,000円もするクレジットカードを持っているんだっていう話なんですけども、こちらですね、先ほども言いました通りホテルのクレジットカードとなっておりまして、このカードを作るだけでね、 SPG グループのホテルグループですねのゴールド会員になることができます。で、これ今まだ額面は SPG スターウッドって書いてあるこの紫っぽいクレジットカードなんですけども、この SPG っていうグループホテルはですね、今マリオットホテルっていうのに買収されまして、マリオットホテル、 SPG グループ、あとリッツカールトングループですね、一緒になってマリオットボンボイっていう名前に最近変わりました。なので、いずれね、このクレジットカードも多分額面変わると思うんですけど、今までね変わってないかと思うんですけど、これからですね、マリオットボンボイっていう名前に変わります。まあもう変わってるんですけどね。で、この 34,000円の年会費、その さっき言いました3つのグループゴールド会員になることができます。で、そのゴールド会員なんですけども、ゴールド会員になっただけで、ということはこのクレジットカードを発行するだけで、特典がもらえるっていうものなんですね。まず、ホテルのゴールド会員になって、レイトチェックアウト、本来チェックアウトは11時から12時ぐらいだと思うんですけども、それが、レイトチェックアウトということで午後2時までレイトチェックアウトは可能。プラス、チェックインした際にね、もし空いている上位クラスの部屋があった場合、無料でアップグレードしていただくと。あとは、水が2本もらえたりとか、客室内で無料 Wi-Fi が使えたりとかもあるんですけども、そういう特典があるクレジットカードとなっております。それでですね、次にこのクレジットカード、先ほど、ゴールド会員の特典をですね、お話しさせていただきましたけども、次にですね、このクレジットカードの強み、まあ、1年目の年会費が34,000円で、それでゴールド会員の特典がもらえるという話でしたね。で、次にですね、その34,000円の年会費が、そのレイトチェックアウト、プラス、いい部屋のアップグレードだけかというと、このクレジットカードはもうずっとキャンペーンですね、入会キャンペーンをずっとやってるんですね。私が入ったのは、今からもう2年前の、ね、2年前ぐらいかな、
なんですけども、もうずっとやってますので今もやっております。でこちら新規で今発行するとですね、発行して3ヶ月以内に10万円決済すると、マリオットボンボイって今名前に先ほどなりましたって言いましたけど、マリオットボンボイポイントっていうのがたまります。一応リワードポイント、これがマリオットボンボイポイントって名前だったかな、でたまります。それがですね、今1円3ポイント1円っていう計算ですね、っていうポイントでたまります。でこのカードを作って3ヶ月以内に10万円の決済をすると、3万ポイントがもらえるというキャンペーンをやっています。ですので、まあ、こう入会して10万円の決済したら、まあ、3万ポイントがもらえます。ですのでそのポイントを使って、3万ポイントがもらえます。それを使ってですね、この SPG マリオットボンボイグループのどこかのホテルを、無料宿泊すれば、大体元が取れるのではないかと言われておりますね。まあ、もちろん3万4000円ですので、年会費が3万4000円ですので、まあ、それ以上なするところ、希望のところはね、3万4000円以上すればいいんですけどね、まあ、そうもいくかいかないか、もうシーズンと場所、とかにもよりますんで、まあ、難しいところかも、まあ、私の感じだとそんな難しくなかったんですけども、まあ、住んでるところはね、皆さん違いますからね。まあ、その行きたい場所で、無料宿泊でなおかつ3万円4000円以上すれば元は 100% 取れるっていう感じですよね。まあ1年目の年会費の総裁っていうのはそんな感じですかね。私が入会した時はちょうど、3万6000円ぐらいの部屋が、山中湖のマリオットホテルだったんですけども、そちらに、滞在して、でその部屋がアップグレードされてちょうど1泊4万円ぐらいの部屋だったかな、確か3万4000円以上したんですけど、ちょっと詳しくはちょっとあんまり覚えてないですけど、そのぐらいだった気がしますね。っていう感じで、まあ年会1年目の年会費はそういう感じで相殺できれば、このクレジットカードはまあほぼほぼね無料、もしくは、もっと高い一部屋ね、高いホテルもありますので、そういうところにもしアップグレードすることができれば年会費以上の元が取れるというクレジットカードとなっております。で次にですね、このクレジットカードは一応額面だとあんまりわからないんですけども、一応ゴールドカードの括りになります、この SPG クレジットカードは。ですのでアメリカンエクスプレスのゴールド特典、ゴールドカード特典は、別にね普通に利用できますので、まず、空港のカードラウンジ、ゴールドカード以上で入れるような、カードラウンジですね、羽田空港の国内線だと、パワーラウンジですかね、利用できます。あと、ショッピングプロテクション、あと飛行機遅延サービス、あとは、海外旅行時の帰国の際にですね、スーツケース等々手荷物を1個無料で自宅に配送してくれる、サービスですね。まあ、ちょっとこれは成田、関空、中部だったかな、ちょっと場所は限られるんですけども、無料で1個スーツケース運べるということですね。海外旅行の、スーツケース、重い荷物を成田から自宅までねわざわざ運ばなくていいので、それは本当にいい特典だと思います。こちらもねぜひこのクレジットカードを発行した際は利用してみてはいかがでしょうか。では次にマイルを貯めるという観点から考えていきたいと思います。マイルを貯めるという意味でもこの SPG のクレジットカードはとても優秀で、100円で、3マリオットボンボイポイントが貯まります。で、マリオットボンボイポイントは3ポイント1円です。で6万ポイントまで貯めるとですね、6万ポイントまで貯めて
一度に、航空会社のマイルに交換するとですね、本来、1ポイント3ポイント1円なので2万マイルにしか交換できないところがですね、ボーナスポイントで2万5000マイルプラス5000マイルボーナスとしてもらうことができます。これなんでもらえるかはよくわからないですけど、もらう制度はできています。ですのでこの還元率はですね、1.25%、マイルを貯めるというクレジットカードでもとつとてもおすすめとなっておりますね。あともう一つおすすめしたいのは、ANA でも JAL でもブリティッシュエアウェイズでも、降下先がいろいろあるというのも、おすすめの一つですね。で中でも、国内旅行をメインに行かれている方、国内旅行を飛行機に乗ってね行きたいという方はさらにおすすめですね。ブリティッシュエアウェイズの、マイルに交換するとですね、JAL の特典航空券を発券することができます。で何がいいかって、ブリティッシュエアウェイズで、JAL の特典航空券を発券する場合ですね、 JAL が、直接取る時に JAL マイルを使いますよね。 JAL マイルを使うよりも、ブリティッシュエアウェイズのマイルを使って国内を飛んだ方がですね、必要マイル数が3000マイルぐらい少ないんですね。だから往復で6000マイルぐらい少なくて済むんですね。ですので国内旅行でよく行かれるという方はね、この SPG クレジットカードおすすめとなっております。もちろん ANA とかね、 JAL とか普通にマイルを貯めるというクレジットカードももちろんおすすめなんですけど、国内旅行でね、ブリティッシュエアウェイズの特典航空券発券されるっていうのもとてもいい使い方だと思います。で最後になんですけども、先ほどですね、入会キャンペーンをやってますと、案内しましたけども、この SPG クレジットカードはですね、当然公式から、入会して、3ヶ月以内で10万円を決済すると、3万ポイントがもらえるというサービスを今キャンペーンでねやっているんですね。まあそれが、今 SPG このクレジットカードを保有している人から、紹介という形で入会すると、3万ポイントから、3万6000ポイントにポイントがアップするんですね。ただ単に、ポイントがアップするだけです、既存の SPG 会員の人から紹介を受けて、入会するだけでこのポイントが増えるということなんで、もしこの SPG クレジットカードをねこれから発行したいという方は、ぜひね紹介制度を利用してこの SPG クレジットカードをね発行してみた方がいいと思います。これはただ単に、まあ私がこの動画を見ている人に私から入会してくださいっていう話ではなく、ただ単にこの SPG クレジットカードをね使ってホテルをポイントで宿泊したいとか、まあ飛行機はマイルで貯めて、ホテルはこの SPG のポイントで、宿泊したいっていう方で、この SPG クレジットカード発行を検討している方は、ぜひね既存の会員の方を探して発行されることをお勧めします。ただ単に無上限で6000ポイント多くもらえるだけなんで、まあ何て言うんですか、新規で入る方へのデメリットは本当にゼロなので、そちらをねぜひ覚えていただけたらなと思います。本当にどうしても私からっていう方いないと思うんですけども、もしいたら私のツイッターとかにねダイレクトメッセージいただければ紹介しますけども、まあ肉マイラーの方の友達とかね知り合いの方がいれば、ほとんどの方持っていると思いますので、まあそちらの方からね紹介で入会してみてはいかがでしょうか。3万6000ポイントあれば、まあ正直ですね、結構泊まれるんじゃないでしょうかね。そんなに高いクラスのホテルは泊まれないと思うんですけども、でもまあ東京でも1軒2軒、まあ関東でも1軒2軒は泊まれるんじゃないかなと思います。私今年のゴールデンウィークで、富士マリオットホテル、
まあちょっと期間は言わないですけど、ゴールデンウィーク中のどこかで一応宿泊予定なんですけども、ポイントでそこは3万5千ポイントで宿泊できますので、まあこの入会、既存会員の方から入会したら3万6千ポイントもらえますので、それでもう富士マリオットホテルの宿泊代1泊、ゴールデンウィークとかだったらですね、実に6万円ぐらいするんですよね。そういうホテルも宿泊することができますので、ぜひね、もし入会を検討している方は、誰か既存の会員の方からね、紹介で入会することをお勧めします。どうですか？今回の動画が役に立った、面白かったっていう方は、ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。で、私はブログもやっておりますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。それではね、今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次の動画でお会いいたしましょう。